ドローンのカメラ1つと地上でビデオカメラ3台を回していて、1つのカメラはボールホルダーにフォーカスを当てて撮っていて、もう2つのカメラは角度を変えてワイドな映像を撮っていて、最後のドローンは上空からの映像を撮っていて、その4つのカメラの映像をパドルスポーツコードに入れて、最終的にはコーチにフィードバックをしています。実際自分が想像していたアナリストが撮りたい映像と現場で選手たちが欲しいと思っている情報で、自分が想像していたよりより精密なものが必要になっていて、自分が撮る時も実際にどこをフォーカスして撮ったらいいかをすごく勉強させてもらっています。実際に映像を使ってみることで選手の体の使い方だったり、そういうのを細かく見ることで次の練習の時にその情報から自分の改善点を見つけて、少しずつでも改善してよりいいプレーができるようになっているんじゃないかなって思っています。実際サッカーとルールが全く違うので最初は分からないことの方が多かったんですけど、そのラグビーの中にもサッカーの中で活かせる部分だったり技術がたくさんあったので、そこをどんどん吸収していけるようにしたらいいなと思っています。アナリストとしての基本的な能力だけじゃなくて、それを他の競技でどう活かすかを考えながらさらに発展させていけたらいいなと思っています。